ブレダ包囲戦は、フランス革命戦争中の1793年2月21日から2月27日にかけて、フランドル戦役の一環として行われたブレダの包囲戦。シャルル・フランソワ・デュムーリエ率いるフランスの北方軍が1792年11月6日のジュマップの戦いで、オーストリア軍に対し予想外の勝利を収めた結果、 オーストリア領ネーデルラント及び弱体化したネーデルラント連邦共和国への侵攻の障害がなくなった。さらにパトリオーテンのヘルマン・ウィレム・デ・エンデルスとヤン・ウィレム・デ・ウィンター率いるバターフ軍団の支持も得た。ブレダ団尺領は数世紀にわたってオラニエ・ナッサ受け領であり、ブレダはスターツ・ブラバントにおける重要な要塞であった。1793年2月10日。 フランス軍とバターフ軍団が接近してくる中、オランダ総督ウィレム5世は、アレクサンダー・ファン・ベーラントに手紙を書き、何としても、ブレダを守るよう命じた。北方軍は2月16日に国境を越え、2日後には、ブレダ近くの村を解放した。2月21日に小競り合いが行われた後、フランソワ・ジョゼフ・ウェスターマン率いるフランス軍3800は、 ブレダに通じるすべての道を封鎖、包囲工事を開始した。23日には、砲台が設置され、旧砲4門と榴弾砲4門による砲撃が始まった。一度停戦していた時、デブー大佐が降伏を勧告して拒否されると、砲撃が再開された。翌朝の午前3時から6時の間、フランス軍最後の砲弾が撃たれ、そこで弾薬切れになった。 発射された砲弾は合計で、大砲90枚、グレネード100枚であり、ブレダの損害は、家屋60件、全壊180件が炎上したがすぐに消火された。両軍とも死者は少なかった。2月24日に、デブー大佐が、再び降伏勧告を出すと、ブレダは、中流軍が栄誉を持って退去することを保証した、上での降伏に同意した。翌日、 ボッシュポートがフランス軍に占領されると、ブレダは27日に降伏した。翌日、デュムーリエがブレダに入場した。フリジア帽をかぶった自由の木が市役所の前に植えられ、デュムーリエは自由の木の前で主官たちとラマルセエーズを歌って踊った。治安維持のために自由の木の隣には公主代が設けられた。また、新政府を設立するために、 バターフ委員会が成立した。3月18日に、デュムーリエがネール・インデンの戦いで敗北すると、指揮官のフレイルスが守備を準備した。3月29日に、オランダ軍が降伏を要求、一方のデュムーリエはフレイルスに撤退を命じた。数日間の交渉の後、フランス軍は、戦闘を立たずに、ブレダを返還した。1794年9月に、 フランス軍が舞い戻ると、ブレダ近くで小競り合いが起き、ブレダでは、再度の包囲を恐れた。しかし、フランス軍は、スヘル島ヘンボス、フラーフェ、内名ヘンを包囲した後、ボンメールワールトを経由して氷結した川を渡り、ユトレヒトやアムステルダムに向かった。ウィレム5世一家がイギリスに逃亡、バタビア共和国が成立した後、 さらなる抵抗が無駄になり、ブレダは1795年1月27日に降伏した。ありがとうございます。